はい、どうも翔平 TV です。本日は翔平 TV 練習会の模様をお送りします。本日はテニス部135kg1つくるくんとガチ対決2本立ててお送りします。練習会に参加されたメンバーからまずは打っていきます。まず1球目、はい、こちら高めにね浮いております。しかし早いです、マジで本当に。お次、お次も、はい、コースはねまだまだ課題だと思うんですけど、スピードは十分あります。そして、はい、こちらストライク、投げっぷりがマジでいいです。そして打った、キーンと打った打球は、これはねレフトフライとなりまして、普通の勝ちと。はい、ナイスピッチ。そしてお次、太郎介さんです。こちらはギリギリボールかな。そしてお次は、はい、こちらアウトコースのストライク、空振り。そしてこちらも空振りと。そして最後、こちら、はい、こちら、こちらはピッチャー強襲と思いきやセンター前となりまして、草野球界の厳しさを実感しました、つくる君。そしてパパニキはパチーンと打ちまして、こちらはレフトフライとなります。つくる君打ち取ることができました。ナイピッチ。そしてラスト勝負です、太郎介さんです。はい、こちらかけーんと打った打球は宇宙間に、はい、真っ二つ。はい、これはね全員でね守っていくんで、こちらナイスバッティング、ランニングホームランとなりました。つくる君またまた打たれましたね。でもこれは勉強です。さあラストパパニキー、カキーンと、はい、打ちまして、パキーンと打ちました。高く上がりましたが、こちらはファーストのクリッチが取ってアウトとなりました。ナイスピッチ。そしてバッター変わりまして、バッターはさっきファーストフライ取ったクリッチです。ナイスボール、クリッチャーですね、今回川崎の方から来てくれまして、この電車とバスを使って本当にやる気のある子ですよ。はい、高め振らして三振となってしまいました。そしてお次、ひろとくんです。地元埼玉出身の子です。19歳、打てるか。はい、こちらナチュラルシュートで三振となってしまいました。これねストレートが抜けてしまって、まあそういう回転になってしまったそうです。はい、次クリッチ、はい、また真ん中ですね、空振り。そして追い込んでますよ、スクル君。どういうコース球種でいくか、多分これはまっすぐだな。はい、まっすぐ同じコースで三振となりました。ラビッチ、そしてヒロト、キーンと打った打球はセンターの方へ行きました。これはこれはセンターフライとなりました。さあラスト、さあつくる君疲れてきましたかね。これは、はい、これはボール、もうめちゃめちゃ抜けてますね。これはね薬指の位置がちょっと問題があります。それを微調整をしてもらって、もう一度投げてもらいました。多分抜けが少なくなるかなと思います。さあ微調整後の1球目、はい、こちら、はい、左バッターのインコースに投げれましたね、抜けずにね。これはいいですよ、いい修正です。これを覚えてもらって、はい、そしてこちら外に行きましたが、これストレートかな、
はい、見逃し三振となりました。そしてラスト打席のヒロト、こちら亀のボールをでファーストの良平がね取りまして、はい、アウトとなりました。でピッチャー交代、ピッチャーパパニキとなります。バッターはつくるくんです。さあパパニキはねコントロールがすごく良くてツーシームピッチャーなんでね、はい、こちら、はい、これツーシームです。ツーシームを打たしてピッチャーゴロとなります。素晴らしいです。ストレートあんま投げないって言ってましたね。はい、お次桑原くんですね。はい、ツーシーム、またはいファーストフライとなりました。そしてまたつくるくんが、はい、ツーシーム、はい、ツーシームで三振となりました。ナイスピッチング。そしてお次は桑原くんです。ツーシームと思いきやこれはスライダーですかね。次ツーシームかな。ツーシーム打ってサードゴロ、クリッチがうまくさばきました。ナイスプレー。そしてお次またツーシームです。これは打ったんじゃないかと、これはいったーと思ったらファールボール。つくるくん惜しいですね。そしてラストボールかな。はい、こちらまたやっちゃいましたね。こりゃあら、あらら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 、ピッチャーゴロアウトとなりました。というわけで今回はこれで終わります。ありがとうございました。プレゼント企画のお知らせです。チャンネル登録8000人達成で現代モデル軟式内野手用をプレゼント。熱いコメントをしてください。8000人達成次第抽選開始、たくさんのご応募お待ちしております。そして翔平 TV イベントも開催しておりますので、こちらもチェックしてみてください。翔平 TV にやってほしい企画があればぜひともコメントよろしくお願いします。それではありがとうございました。本日の動画は以上になります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。翔平 TV T シャツ販売、走れ大井チャンネル、大井くんの T シャツも販売しております。モンタナスポーツのリンクから飛べますので、ぜひともチェックしてみてください。皆様チャンネル登録はお済みでしょうか。チャンネル登録1万人まであとちょっと、頑張っていきますので皆さん応援の方よろしくお願いします。それではありがとうございました。切るのさ、磨き抜いた切れ玉で。